第4回穴澤雄介の瞬間なりきり妄想チャレンジ。話したことのない片思いの女の子、今話しかけなければ一生会えない運命、中学生のアナちゃん。中学生か。さあどう切り出す。中学生でしょ。中学生だから、あーそこに君の足のそこに今僕の10円落っこってるから。え、落ちてない。いや絶対落ちてるから、落ちてるから、ちょっとよく探して、後ろ、いやもう本当よく探して、絶対ある。え、ない。いや実はないんだ。いや前ばっかり見てる君が下向くところを見たくてさ。付き合ってくださいみたいな、はい、朝山手線とすれ違う西武線の気持ちお願いします。西武線はね、あの埼玉と東京を結ぶ線なんですよ。いやどうせな、僕のことを田舎から来た電車って思ってるんだろうな。山手線はそりゃあね、都会の電車ですよ。ドル箱路線って言われてるしさ、ちょっと噛んじゃったけどさ、僕なんかどうせ太宰玉とか思われてるんだろうな。でも生活を支えてるのは僕の方だと思うんだけどな。こんな感じかな。授業中お腹に激痛が、今すぐトイレに駆け込みたいけれど、隣の席には大好きな男の子が。なんとか他の理由で席を立ちたい女子高生のアナちゃん、お願いします。ちょっと待って、難しいな、止まりにしよう。ちょっと待って、先生、ちょっと私どうしても校庭のウサギが気になるので授業抜けてもいいですか。いやこれは無理があるだろう。いやでもそんなことしか追いつかないんですけど。ということでちょっと最後は無理があったから。こんな感じで、面白かったらぜひいいねボタンを押してやってください。そしてチャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。バイバイ。